プラザディサンチアゴよりお送りしています。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第8節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チーム相手の出方を伺っているようです。さあここからどう攻める、ここから狙う、ここはキーパーがキャッチ。上げる、ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。攻撃を組み立てます。主審ファウルを取りました。キックミスでしょう。
パスが出た。シュート。センタリング。頭でつないでシュート。ヘッドパス。後半25分経過。スペースを使い、おっと反応できませんでした。リザーブの選手が体を動かしています。オフサイドはない。ファーサイド、ゴール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 、決まった。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。この選手のポジション、左へサイドチェンジ。オフサイドを取りに行った。ここで試合終了のホイッスル。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。